安倍、コメント。引き分けに終わった。前向きに考えていこう。負けなかったしね。こういう1週間は長いシーズンやっていればあると思うし、また戻って切り替えて、反省点はバントでちゃんと送れないだけだから、難しいのは分かってるんだけど、そこを決めてこそ点になりやすいっていうね。そういうのが野球だと思うから。4回一時満塁の場面で小林がバント。あれは一塁が後ろに下がってくれていたから、コンってやったら1点取れるなと思って、一塁が前にいたらやってない。6連戦で引き分けが3つ、大きいし、まあ3勝3敗だと思ってね。敵地の引き分けって勝ちに等しいと思う。3勝3敗だと思って帰ろうかなと思います。阿部がフォースプレーを知らない可能性出てきてくさ、とうとう頭おかしくなってるやん。ホームで勝ちまくれるスポーツでもないのに何言ってんだこいつ。阿部慎之助は常に俺たちの一歩前にいるね。追いつくのに必死やわ。ベンチで喜んでたのはガチで勝ったと思ってたからなのか。雨天コールドで喜んでた。ほら、まあさすがに小林でも独断で満塁スクイーズやる度胸なんかないわな。ルーキー桐敷、意味わかるか。小林秘書が勝手にやったって言わないだけ偉いやん。日本シリーズの敵地引き分けならともかく、リーグ戦での3分を3勝だと思うのはどんぶり勘定すぎるやろ。ご視聴ありがとうございました。